リンゴ酢ダイエットの簡単レシピお伝えします。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢を使ったこの簡単レシピで痩せることができるのかというその痩せるポイントについて分かりやすくお伝えしていきますね。まず1つ目です。腸内環境を整える材料を使うからなんですよ。いかがですか？あなたのダイエット日々ね取り組んでいらっしゃると思うんですけれども、結果出していらっしゃいますか？もし一旦痩せたけどまだ戻ってしまってリバウンドとかですね、先生も1キロも落ちなかったのにとか、私腸活したらどんどんね体重が減ってきてますとかね、いろんなお声いただくんですけれども、とにかく健康的で綺麗に痩せるための大前提、まあ、条件ですよね。それはあなたの腸内環境が整っているかどうかにかかっているんですよ。なぜかというと腸内環境が良い方というのは腸内がですね痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がとっても種類が多くて元気でもう活発にもう日々ね働いてくれるわけです。逆に太っている方というのは腸内環境に、まあ、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌の方が多いで悪さをする、でどんどん太るものを食べたくなってしまうというのがねやっぱり太るタイプの方なんですよね。タイプが違うわけです。だったらどちらのタイプにあなたはなりたいですかっていうことなんですよね。いかがですか？そしてもう非常にですねこれは厄介なことがあるんですけども、何だと思いますか？その痩せ菌とデブ菌以外にも実はねもう一種類ね菌がいるんですよ。もう優柔不断なんです。この菌がもうどんなふうに優柔不断かというとですね、その善玉菌が増えてくれる時はよっしゃーって善玉菌応援しますってわーってね善玉菌のね味方をして自らも善玉菌の働きをしだすんですよね。これいいじゃないですか。逆に悪玉菌が多いデブ菌が多い方っていうのはその中途半端な優柔不断なですね菌たちがうわーってさっきまで善玉菌多かったのに今度悪玉菌が増えた、じゃあ今度悪玉菌の応援するぞわーってね言ってしまうんですよ。そして悪玉菌と同じ悪さをしだす、これは日和見菌という菌なんですけども、この日和見菌がなんと全体の腸内細菌の7割を占めてるんですよね。ここすっごくポイントですよ。なので善玉菌悪玉菌の割合も、まあ、善玉菌が2悪玉菌が1で残りが日和見菌なんですよ。ここをですねやっぱりいかに善玉菌の種類を増やしてもう常にその悪玉菌よりも多い状態にしてあげることが結果日和見菌たちも活性してくれるわけですから、もう一気にねやっぱり味方につけてあげる必要があるんですよっていうことなんですよね。ですからもしあなたのダイエットがなかなか成功しないとか、もう日に日に年々なんでこんな体重が増えたんだっていう方はあなたの腸内細菌のその割合が悪いわけですよね。デブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちが元気なばっかりに日和見菌たちまで悪玉菌化してしまっていると、そういう状態になってしまって、もういつまでたってもダイエットは成功しないんですよっていうこと。そこで今回私がお伝えするこのリンゴ酢を使ったダイエットレシピをですね召し上がってくださいますと、先ほどお伝えしました痩せ菌たちが元気になって種類が増えて、結果日和見菌たちも善玉菌と同じ働きをですねしてくれるようになりますから、まずはそこを目指して取り組んでいきましょうねっていうお話です。では2つ目、脂肪の代謝を促進してくれます。まあ、要はね脂肪を燃やしてくれるわけです。もうどんなにねやっぱり頑張ったとしても脂肪ゼロの食事ってね、まあ、もうそもそも良くないですよね。生きていくためには良質の油ってね必要なんです。ただその油の質が大事ですよね。やっぱり太ってしまうようなあのトランス脂肪酸がいっぱい入ったらね、ああいった油を取ってしまうとやっぱり太ってしまいます。
そこで、まあ、そういったことに気をつけつつもやっぱり脂質は取りすぎてしまって太りますから、油ですよね、を取った時にそれをこうどんどん燃やしてくれるっていうのがそのリンゴ酢なわけですよね。そのリンゴ酢を使ったレシピです。そして3つ目、デトックスです。このデトックスって大事なんですよ。もうとにかくですね、あなたの腸内環境が、腸内細菌たちが住む家、まあ、お部屋になってるわけですよね。そこが汚れたまんまではですね、いくらリンゴ酢を取ったところで綺麗にならないんですよね。一回やっぱりこう大掃除してあげるのが大事なわけです。綺麗にピカピカになったお部屋だからこそ、その細菌たちがですね、まあ気持ちいい、いつまでもここに住みたいってね、やっぱなってくれないとダメなわけですよね。そこでそのために必要な材料を使ったリンゴ酢レシピを私がお伝えしますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。ではここから2つ目の項目に移りましょう。何をということで、今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使った簡単にできる美味しいレシピをお伝えします。その作るための材料が持つそれぞれのダイエット効果をここでお伝えしていきますね。もうまずはリンゴ酢のダイエット効果チェックしていきましょう。こちらです。まずは酢酸の働きで、あなたの腸の動きがどんどん良くなってくれるんですよ。もうどんどん元気にね、働いてもらえたらいいですよね。その結果、腸が元気に綺麗になれば、痩せ体質にあなたは生まれ変わることができるんですよ。で、次です。血糖値の急上昇を抑えてくれる効果も大きいのがこのリンゴ酢になります。もうなんで太るかって、これはですね、簡単です。糖質、まあ、太る元ですよね、を取った時に血糖値がバーッと急上昇します。この急上昇しているこの間に脂肪がどんどん溜まるんですよね。で、逆に言えばこの溜まる幅を下げればいいわけです。そうすれば脂肪を溜め込みにくくすることができるわけです。その時に大活躍するのはこのリンゴ酢になります。で、またカリウムが豊富なんですね。むくみの改善になりますから、いかがですか。体重が減ったのにむくんだままだと太って見えたまんまだね、嫌ですよね。もうしっかりキュッとね、やっぱり小顔、まあ、足もすっきり、下半身もすっきりしたじゃないですか。やっぱりむくんでらっしゃる方っていうのは腸内環境が悪いんですよね。腸が実は水分代謝も司っている大切な臓器になります。なので、例えば下半身がもうなんかこうタプタプと水分代謝がうまくいかないと、ブヨンブヨンってした感じってなんとなくわかるじゃないですか。なんでこんな足がパンパンなの、正座もつらいとかね、ないですか。そういった経験が終わりの方っていうのは水分代謝が悪いんですね。脂肪じゃないんですよ、水分です。ですからしっかりとこのリンゴ酢を取ることで、カリウムを取れば水分代謝がうまくいって、血管むくみを改善することができます。そしてまたあなたの内臓脂肪をどんどん燃やしてくれるのもリンゴ酢が持つ効果ですし、その結果基礎代謝が上がって脂肪がつきにくくなります。そしてなんといってもこの満腹感を得ることができますから、結果あなたの食欲を抑えてくれる効果も丸なんですよ。こんなに素晴らしいリンゴ酢の効果があるわけです。では次の材料の痩せ効果についてです。人参を使います。人参はですね、とにかく食物繊維が豊富なんですよ。実は人参1本とバナナ 4、5本分、これはですね、ほぼ同量の食物繊維と言われているくらい、いかがですか。バナナを1房 4、5 本食べたのと人参1本同じ食物繊維の量なんですよ。もう全然違いますよね。ですから、まあ、バナナももちろん便秘改善、食物繊維ね、代表的な果物なんですけれども、実は人参の方が1本あたりの食物繊維量がね、バナナに比べたら高かったということですよね。でしかも人参はもうビタミン C も豊富、また色からも分かります通りベータカロテンが豊富になりますから、もうここもしっかりとベースの栄養素を取っていただいてダイエットを成功させていきましょうねっていうことになります。でまた塩も使います。でこのお塩もね、すごく気をつけていただきたいんですね。精製された後のビタミンやミネラルがもう全然なくなってしまったような
悪いお塩は使わないでくださいね。しっかりとビタミンやミネラル、こういったマグネシウムがこうちゃんと残っている良質のお塩を使ってください。そうすることであなたは痩せることができるんですよ。なぜかというと、そのミネラルが豊富だと栄養が取れる。そうすると体重をコントロールするホルモンを作る、まあ、材料になります。でまた体温を 36.5度に保つ効果もあるんですよね。あのお体がですね、まあ、冷え性の方、冷え体質っていうのはですね非常に良くないんです。もうダイエットの敵なんですよ。絶対にお体を冷やしてはダメです。逆に体温が高い方、平熱が 36.5度前後、まあ、前後というのは 36.5 度以上ですよね、まあ、それぐらいあった方が本当はいいんです。今低体温の方とっても増えてらっしゃって、もう本当お子様たちでもあの5度台という方ね多いくらい、今の日本人っていうのは数十年前に比べるととにかく低体温になってしまってますって言われてます。それがあの太ってる元にもなってますから、とにかく良質のお塩を取ることであなたの体温を 36.5 度に最低保っていきましょうということですね。そうすると新陳代謝が上がりますから痩せ体質になることができるんですよってこと。ただしそのいいお塩も取りすぎてしまってはいけませんよね。大体の目安は1日あたり5から10グラムまでに抑えていただければと思います。では次に調味料系に移ります。よくあのいかがでしょうか、お料理するときに甘み甘みですねをつけるときに白砂糖を使っていらっしゃいませんか。これはねやめていただいた方が丸です。まあ、なぜかというと白砂糖というのは、まあ、太る原因にもなりますし、何よりもその悪玉菌、要はデブ菌たちの大好物になるんですね。で私も日頃お料理をする時の調味料に白砂糖は使っておりません。その代わりちょっと甘み欲しいなっていう時は純粋の無添加の蜂蜜を使うんですよね。時々メープルシロップの時もありますけれども、とにかく白砂糖であったり人工甘味料っていうのは使っていません。でこの蜂蜜をなぜ使うかと言いますと、ビタミンやミネラルが豊富なんですね。結局その栄養が取れるわけです。調味料でもしっかり栄養をやはり取っていきましょうということですよね。その結果ホルモンをしっかり作ることができて痩せることができるわけです。またアミノ酸が豊富なので脂肪燃焼効果もありますし、ビフィズス菌もね取れてしまうんですよ。腸内環境、善玉菌たちの餌となるものです。またポリフェノールも入ってますから活性酸素を除去する効果もあるので、私たち女性にとっては嬉しいですよね。アンチエイジング、まあ、若返り効果もできますよということですよね。でまたこちら蜂蜜はあのオリゴ糖も入ってますから、これがまた痩せ菌たちがね大好物のものになりますので、ぜひ甘みをつけたいなっていう時は蜂蜜や、例えば蜂蜜がない時はその先ほどのメープルシロップでもいいです。 100% のピュアのものを使ってみてくださいね。そして最後の材料はオリーブオイルを使います。こちらも遮光性のあるこうね瓶に入ったような良質の、まあ、エキストラバージンオリーブオイルがおすすめになります。でオリーブオイル今回別に加熱して使わないので、やっぱり良質のものをね使っていただきたいなって思います。できれば有機栽培で JAS マークがあるような認定の安心安全のものをぜひ使ってください。でまずはこのオリーブオイルはもうほんと腸活ダイエット向きのオイルになります。もう便秘改善にも大活躍するオイルなんですよね。その結果腸内環境が改善して痩せ菌、まあ、イコール善玉菌が増えて痩せ体質になることができるんですよ。では最後の項目3番目になります。どのようにということで、今回は腸活の観点から私がダイエット効果の高いリンゴ酢を使った簡単で美味しく食べることができる腸活人参ラッペの作り方をあなたにお伝えしていきますね。順番としましてはまず材料をご紹介した後に作り方をお話しします。その後実際実演を入れた動画をご準備しておりますので作り方チェックしてくださいね。そして最後効果的な召し上がり方をお伝えして終わっていきます。ではまずは腸活人参ラペというか、まあ、ラペということで、まあ簡単に言いますと、まあ、人参のこうマリネみたいなものですね。とっても美味しいです。まずは人参を
2本準備してください。そして調味料系はリンゴ酢 50ml で、このリンゴ酢も必ず純リンゴ酢を選んでくださいね。添加物が入っているリンゴ酢は NG です。でどうやってそこを見極めることができるのかというポイントがあります。まずはリンゴ酢を手に取っていただいて、裏の原材料名をチェックしてください。材料がたった一つだけ、国産のリンゴ果汁と書いてあるものでしたらどんなものでも良いです。できれば有機栽培のものがいいと思います。が 50ml ですね。そして塩、こちらも先ほどお伝えした良い塩を選びましょう。小さじ1/2 で、蜂蜜も無添加のものを選びましょうね。できれば国産がベストです。小さじ1。そしてオリーブオイルも先ほどお伝えした条件のものをできれば選んでください。大さじ2。この5つだけで簡単に作ることができるんですよ。ではここから詳しい作り方に移っていきましょう。1つ目、人参をおろし金ですりおろしていきます。そして2つ目、その人参にまずお塩を入れてしんなりするまでよく混ぜましょう。そして3つ目、そのボウルに最後リンゴ酢、蜂蜜、オリーブオイルを入れてパッ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 とね、タチャッと手早く混ぜていただいて、4番目、器に盛り付けていただいたらもう完成です。もうあっという間にね、できちゃいますよ。もう本当にこれはね、おすすめの一品になります。で、とってもほんのり甘くって、ちょっぴりこうね、こうデザート感覚のこうサラダみたいな感じでね、召し上がっていただくこともできます。もうこれ私も大好きで、もうどうかしたら人参1本分ぐらいもうペロッとね、食べてしまうぐらいもとっても美味しいリンゴ酢のレシピになっています。ではここから実演の動画をご準備しております。作り方チェックしてくださいね。どうぞ。いかがだったでしょうか。
この人参ラペもとっても美味しいんですよね。で1日の目安としましてはだいたい小鉢1皿 100g 程度に抑えていただきますと良いと思います。でまた食前に召し上がりますと食欲も抑えることができますし血糖値の急上昇も抑えることができますからおすすめです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。